レオンブルム、レオンブルム、1872年4月9日から1950年3月30日はフランスの政治家、社会党に属し3度にわたって首相を務めた。とりわけ1936年に成立したフランス人民戦線内閣の主犯を務めた人物して知られる。1872年、ユダヤ系の中流家庭の子息として、 パリに生まれた。若い時から政治家を志していたわけではなく、むしろ文学などに関心が強かった。若い頃には、フランスのナショナリズムを代表する作家、思想家で、会議員も務めたモーリス・バレスを敬愛し、その地遇を得ている。また、アンドレ・ジードとはアンリ四世高校で同級であり、高等師範学校の図書館長で当時の左派系のインテリに対し強い影響力を持った。 ルュシアン・イエールとも親しかった。そのため、ソルボンヌ大学でまず文学を治め、そして法学を治めると、法律家として国家参事会に勤務しつつ、文芸批評と演劇批評でも活躍した。彼を政治の道へ進ませた決定的な要因は、1894年に起こったドレフィス事件であった。かつては自由、平等といった普遍的理念に基づいて、 国民の喪失を図ったフランスであったが、1871年の不仏、戦争敗北後は、敗他的、民族主義的な反独ナショナリズムが高揚していた。ドレフィス事件は、こうしたフランスの実態を暴いた事件であり、この社会情勢を憂えたブルムは、政治活動に足を踏み入れた。1896年、当時を代表する社会主義者で、 ブルムが尊敬の根も抱くことになるジャンジョレスと知り合い、本格的に政治活動へと身を投じた。1905年、旧新社会党が中産階級との接近を強めて、社会主義諸勢力の抑圧を図ったことを背景として、諸勢力の結集が促され、統一社会党、社会党が成立した。当初よりブルムは、社会党に加わり、 社会党屈指の論客として活躍した。大戦勃発直前の1914年、反戦を訴えていたジョレスが、強心的右翼に殺害されるという悲劇を受け、ブルムは社会党内で、より主導的な役割を担うようになった。1914年から1916年にかけては、公共事業省となったマルセル・サンバの首席補佐官を務めた。 1919年の総選挙にパリ東部の選挙区から出馬して当選し、1920年末のトゥール党大会での社会党分裂とフランス共産党の決闘の際には社会党に止まり囲碁党のリーダーと目されるようになる。左派が躍進した1924年の総選挙では再選されるも、1928年の総選挙では右派が議席を伸ばす中落選。 翌29年の補選で、フランス南部のオード県ナルボンヌから出馬し、会議員に帰り咲いた。以後、1932年と1936年の選挙では、ナルボンヌで当選を重ね、1940年に第三共和制が崩壊するまで会議員を務めた。1917年、ロシア革命によってソ連が成立すると、この評価をめぐって、 社会党は分裂を余儀なくされた。ブルムは社会主義的な理念を尊重するものの、レーニン主義、ボリシェビキ独裁を否定する姿勢を取った。一方、ロシア革命を評価して、レーニン主義に基づく革命路線を施行する勢力は党を離れ、フランス共産党を組織することになった。その後、ブルムらの社会党と離党した共産党の連携は見られなかったが、 1933年に隣国ドイツでアドルフ・ヒトラーが権力を獲得したことと1934年2月6日のコンコルド・広場、会議事堂前で議会政治に反対する右翼勢力による相乗事件の発生などで事態が変化するファシズム政権成立を受けてソ連は従来までの社会ファシズム論共産党が 社会民主主義政党を社会主義革命実現的とみなす考えを放棄してファシズム勢力のこれ以上の対等を阻止するために反ファシズム勢力の結集、人民戦線の結成を図った。この方針は1935年のコミンテルン第7回大会で採択され、フランスでも社会党と共産党の連携が実現した。1936年の選挙は社会党、 共産党、求新社会党などによる人民戦線が376議席、社会党は47議席で、第一党を獲得して勝つとし、敗れた右派勢力は222議席し、ブルムを主犯とした人民戦線内閣が6月4日成立した。ブルムの人民戦線内閣が抱えた課題は多岐にわたった。 国内的には何よりも世界強行後の不況からの脱出が望まれており、一方で労働者の権利を擁護しつつ派勢力を牽制する必要があった。対外的には、再軍備宣言において、ラインラント進駐、軍事大国化を進めるドイツと、アサーニャ率いる人民戦線政府とフランシスコ・フランコ将軍率いる反乱軍との間で内戦となっていたスペインに対し、 適切な外交政策を取らなくてはならなかった。だが、これらの課題を短期間で解決するのは困難であった。ブルムは通貨安競争対策として、アメリカやイギリスと三国通貨協定を結ぶ一方で、金本位制を離脱し、フランを切り下げ、大規模な公共事業を行い、軍事産業にも多くの予算を投入して、国防を充実せ不況からの脱出を図った。また、 週40時間労働制、2週間の有給休暇制といった労働政策の充実を進めた。こうした一連の政策はブルムの実験などとも称された。また、反共、反ユダヤを掲げるファシズム的な団体をいくつか解散させた。失業率は激減したものの、パリ万博の労働需要や軍備拡張などによるものとされ、ヨーロッパで最も高い物価であることや、 労働運動の急進化を避けて、金流出が起きるなどの問題があった。また、右派の勢力は完全に衰えたわけではなく、ユダヤ系のブルムに対して、個人的な言論攻撃も行われた。外交面でも、人民戦線内閣内での対立構図が浮き彫りになっていった。スペイン内戦への干渉を望まない、急進社会党と同じ人民戦線への支援を訴える。 共産党の間の意見の相違を収集することは不能であった。また、労働政策に尽力したことは、中産階級を支持基盤とする求進社会党の離反を招いた。こうしてブルムは退陣を余儀なくされた。その後に成立した求進社会党内閣にも副首相として入閣するが、求進社会党が共産党の弾圧を図るに至って、ブルムら社会党は、 当格を支持した。1938年、ブルムは再び首相になるが、1ヶ月と経たずに内閣が崩壊した。こうした政治的混迷が収集されないまま、フランスは第二次世界大戦に突入した。第二次世界大戦が勃発し、1940年にはドイツ軍がパリを陥落させ、フランスを降伏に追い込んだナチスドイツのフランス侵攻が、 ブルムはフランスからの亡命を図らなかった。1940年7月10日に、ビシーで上下両院の合同会議で、ペタン元水への全権委任をめぐる投票が行われた際には、大多数の議員が賛成票を投じたのに対し、ブルムは反対票を投じた80名の議員のうちの一人となった。無論、ユダヤ人であり、社会主義者である彼が、 母国に泊まることは極めて危険な行為であった。まず、ブルムは、ビシー政府に、フランスを弱体化させたという罪で逮捕された。1942年はじめには、元首相のダラディエ、玄軍総司令官のガムランダと共に、リオンの特別法廷に被告として出スるが、裁判の不当性を訴えると共に、自らが政権を担っていた当時に、軍備の増強に貢献したこと、逆に、 BC 政府で権力を握っている人々が政権の座にあった当時には、それが進まなかったとなどを主張し、ダラディエと共に裁判を中断、無期延期に追い込んだ。そして1943年にはドイツへと送られ、まずブーヘンバルと、ついでガッハウ、そしてティロルの強制収容所に収監された。ブルムの弟ルネブルムは、バレエ振付師で、オペラド・モンテカルロ付属バレエ団。 創設者であった。彼は逮捕され、1943年にアウシュビッツに送られて間もなく処刑された。ドイツ敗戦間際には、ユダヤ人の処刑を加速化させる命令が出されるが、それが、ティロルでは遵守されなかったためブルは生き延びた。やがてブルムは連合国軍による解放によって、強制収容所から救出された。彼の代表的なエッセイである、リットル・イシェル・ユメーヌは、 この収容所で記されたものである。第二次世界大戦後、1946年から1947年にかけて、再び首相を務めるが、体調の不調を理由に1947年に退陣した。1950年にパリ郊外で死去。最初の妻リーズは、アルフレッド・コルトーの妻のいとこ。二度目の妻、テレーズ・ペレールは、 ポールデュカスの妻の姉妹にあたる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。